公益社団法人日本犬保存会平成25年度第110回日本犬全国展覧会が大阪府泉大津市泉大津フェニックス芝生広場で開催されました。泉大津は日本で初めて毛布が作られたところと言われ、毛織物の産地です。展覧会場は芝生がきれいに刈り上げられた場所です。開催期間中は天候に大変恵まれ、終始秋晴れの中行われました。日本犬は日本の生きた文化財、より良い日本犬の保存を目指して今開会です。平成25年度第110回日本犬全国展覧会の開会を宣言します。おはようございます。愛犬家の皆さん、全国から下稲葉幸吉展覧会会長の挨拶です。ここ大阪のうちで110回全国展覧会を開催する運びとなりました。先生堂々と戦っていい成績を勝ち得ていただきたいと思います。どうか皆さんのご検討とご協力をお願いいたします。ありがとうございました。110回の歴史を有する、伝統ある大会の大阪支部西谷八郎次支部長が心を込めた歓迎の挨拶をしました。大阪支部にとっても課題の、非常に、有意義なことだというふうに認識しております。我々審査員一同、今日の菅沼智則審査部長が審査のあり方について述べました。打ち合わせをしてかかるつもりでございます。審査はもとより日本犬医療順並びに審査部申し合わせ事項にのっとり、厳正かつ公平に誠意を持って取り組みたいと思います。展覧会会長、続いて来賓と本部役員が紹介されました。コロニアル芝クラブ代表ミズ・マグニ・ストラウス、本日の担当審査員が紹介されました。本日の審査は柴犬の審査です。柴犬626頭の出陳申し込みがありました。午前中は個体審査です。出陳犬を1頭1頭日本犬標準と審査決議事項に基づいて審査します。体高を測定します。歩容審査では後ろ、横、前3方向から審査するために三角形を歩かせます。柴犬、若犬1組のリングです。若犬1組は生後7ヶ月以上1年未満の犬です。柴犬はオスでも 10kg 程度で小さく、とても飼いやすい犬種です。その上、品位に満ちて愛らしく、飼い主に従順なためますます人気が高まっています。
若犬2組のリングです。若犬2組は生後1年以上1年6ヶ月未満の犬です。双剣組のリングです。双剣組は生後1年6ヶ月以上2年6ヶ月未満の犬です。正犬組のリングです。正犬組は生後2年6ヶ月以上の犬です。
午後は比較審査です。オス部政権組のリングです。メス部政権組のリングです。